はいレオンンチャンネルです今回紹介するのはこちらプレバン限定仮面ライダーオーズオーズドライバーバックル4ディスプレイですはい定価税込3520円の CSM の中ではかなりお買い得な商品が到着しましたがこれがどういうものかっていうとっていうか後ろのコアメダル絵柄とか超かっこいいんだけどバックル単体の重塗装のものが中に入ってて CSM の この部分と付け替えて観賞用特化のより重厚なオーズドライバーを完成させようっていうそういう追加キットね。こういう CSM アイテムは初めてなので、とりあえず1個買いましたけど、実際どういう商品なんでしょうかでは開けましょう通常オーズドライバーってメダルスキャンからのここに IC チップが入ってて、そこを通過することで変身音が っていう仕組みなんだけど、今回この ID タグが、IC チップが入ってないってことで、本当にディスプレイとか。だけど、ブラックの成型色部分が全部塗装になってるってことで、実際見ると、あーあー、すげえああ、すげえ全然違うここが、艶消し塗装に確かに、 変わってる。あ、これは、実質アップグレードキット見た目とかのって感じだ。だけど、メダルスキャンからの返信ができないってことね。へー。あ、でも、言われてみるとわかるけど、比べて初めて、あー、なるほど、重厚感あるねって感じかな。ちょっとメダル抜いて比較しようか。中身はもう本当に、 シンプルに本体のみで、これがいつもの CSM、クリアパーツがここにあって、でもこの辺の色とかそもそもデラックスより大幅にメタリック塗装が増えたりとか、本編準拠の色分けになっておりますので、これで十分パワーアップしてるんだけど、そこから4ディスプレイになることで、ああなるほど、わからん <laughs> 僕はわかるけど、今目の前で見てるから、これは、 動画見てる人でも、ええー、みたいな、どこっすかみたいな、なるかな一応パワーアップポイントとしては、通常ここ、ブラックの光沢のある成型色をベースに、シルバーブルーって感じで色が塗られてるんだけど、それがそもそも、オール塗装になってるんだ。これ内側も全部塗装。なので、ほら、艶がないのよ。むしろ成型色の部分が、え 全部ないってことここはでも艶消しの成型色かなで、シルバーの塗装の質なんかは変更なし。ここの123の表記があるところなんかも CSM はね、塗り分けられてて表現最高なんだけど、そこも変化なし。あとはメタリックブルーの、これ下が4ディスプレイね。メタリックブルーの光り方なんかも、あ、ちょっと とメタリックを抑えめになってるかなブルーが。ね、明るさがちょっと重厚な感じに、やや控えめなブルーになってる。クリアパーツのクリア度が、え、これ上がってないかクリア度が。メダルちょっとセットして、いやでも、変わんない。ほぼほぼ変わんないけど、一応肉眼で見ると、 ここのクリアパーツのクリア度はより上がってますね。上がってるかなっていうぐらい。ほら、この斜めになった時のここのブラックの光沢とかも全部ないんですよ。通常の CSM。今回の4ディスプレイ。改めて見ると、でもこの距離になるともうわかんないな。これはね、この距離でわかんないってことは、ディスプレイしておいても特に 変化をそんな感じにくいってところかな。こんな感じなんだ。まあ、とりあえず第一印象としては、あってもなくてもどっちでもいいかな。<laughs> 一応、理想としてはもう、このベルトに、サイドベルトに依存せず、これ用にディスプレイスタンドが中に同梱されてて、まあ、同梱されてないんだけど、同梱されてて、こうして、で、ここにスタンドがあって、複数買ってコンボ分、 だーっと部屋に置けるみたいな、そういうのが一番理想なんだけど、物としては完全にオーズドライバーのいつものバックルー何ら変わりませんので、一応置いておくことは、このようにできますが、まあ、斜めにしても、これ、ほら、このように安定感が、あ、ほらほら、安定感がありませんので、ここをこうやって支えるスタンドが、まあ、これ僕、ポチる時にも言ったんだけど、本来は同梱されていると単体として、 楽しめる商品なんだけどあーそこ残念だなーやっぱり到着したもその印象は変わらずかスタンドこれ単体のスタンド同梱してくれよって思ってたんだけどじゃあその IC チップがないところを確認しましょうああほんとだ公式には要は ID タグが入ってないので返信できませんよと。 あと、全部ここ塗装されてるので、メダルの出し入れとかはご注意くださいっていうふうに書いてありましたが、最近はこういうね、塗装仕上げでも、すごく剥がれにくいようになってますので、ある程度気を使いながら使用するって感じだけど、まあ、でも実際メダルが入ってると、出し入れはね、感触全然違う。 確かに、うーん、まあ高級感はあるね。でも塗装が入ってる分、ここの出し入れはすごく硬い。あと、このスライドも塗装が擦れてる感じがあってあ、まあ本当にディスプレイ専用って感じですね。連結部分の構造自体は変わってませんので、飾って楽しんでねって感じなんだけど、 わかる変わった感、感じますか感じないね <laughs>。いや、感じない。これは、ちょっと、しっくり来ないアイテムではあるな。や、やっぱ単体で、ディスプレイスタンドつけてくんないと、分かってないな。ほら。全然変わってるからないでしょ。なので、 やっぱ本来は、こういう感じで、なんだろ。うこれディスプレイスタンドあるじゃん。こういう風に飾れるガチャっとこう単品で、そういうスタンドが付くべきアイテムでしたね。これなら、ドゥワーって買って、コンボごとに飾りたいみたいな、そういう欲も満たすことができるので、最初開封した瞬間に、あれそんな変わんなくねみたいな。比べると違うんだけど、明らかに質感は上がってるんだけど、まあこういう風に飾って、 ディスプレイ専用のものとして楽しんでねっていうそういう商品でございます。ちょっとこう近づいてみても、光に反射するとね、いい感じに光沢がないのがわかるんだけど、うーん。まあ、でも、ほぼほぼわかんないな。あれかなデラックスに入れ替える的なこれデラックスの一式なんだけど、ここをこうすれば対応してるんで、おー おー、質感上がった。おー、<laughs> 質感上がっ、あ、でもいいな。あ、でもダメだ。でもダメだ。これ、ャン遊びできないもん。編集遊びできないから。なるほど。ちょっと、使い道がいまいち、 見出せないアイテムってことが実際到着して分かりましたので「イレオンさんこういう風に使うんですよ」みたいな「使い方間違ってますよ」みたいなまあ一応使い方間違ってないんだけどだけどなんかいまいちもう僕は結構ガチャガチャメダル入れ替えて遊ぶんでメダル入れ替えもちょっとやっぱ塗装擦れるしここのスライドの感触も 悪いしってことで、まあ本当に僕と違って、SM は触んないよと。基本的に買ったらもう飾りっぱで、オーシャナもね、こうはめてそのまま置いてあるよっていう方には、いい感じのアップグレードキットかもしれませんね。ただふと遊びたくなった時には変身遊びができないので、その場合は付け替える必要がありますから、 ちょっとその辺の手間はどうなのかなっていうのが感じますね。まあでもやっぱり落ちた時から思ったけど、専用のディスプレイスタンドが付いてないのがちょっとこの商品の弱点かな。もし今後こういうものがね、別のアイテムでも発売することがあれば、この単体でサイドベルトに依存せず楽しめるディスプレイダイザー本体も使っちゃうから、もう単体で完成するスタンド付きみたいなやつをぜひ出してもらえればなと思います。いや、複数買いしようかなと思ったけど、とりあえず1個で止め 以上プレバン限定仮面ライダーオーズ CSM オーズドライバーバックル4ディスプレイの紹介でした。